これ放送できる？じゃあ無理かもしれない。大量広告させた方がええんちゃう？がっかりだよ、本当に。いや、あの人ないわ。やばすぎる。放送事故。今回は緊急で動画を回します。まず自己紹介からしてもらおうかな。視聴者わかんない人いるかもしれない。ヤスです。ヤスさん。はい、ヤスです。おはようございます。ハルキです。ハルキくん。はい、前回の動画で私のね、撮影後にこっそりついてきて、そうですね、ちょっとストーカーさせていただきました、ね、そう、私がこっそりついてこられて、私はついにやり返しをね、してやろうと決意しました。なるほど。今ね、撮影終わりなんですけど、この後はもう今日点検なんて何もないということで、そうですね、今せいやさんが帰られたんですよね。なるほど、帰りました。せいやさん、なんと全に入れたままなんですよ。何チェックしました。今回の企画は逆にせいやさんを追跡してみたい。どうしよう、あいつラブホとかに入ってったら怖いな。え、それ本当にある？いや、ないや、ないと思う。いや、わからない。ワンチャン、ワンチャンかもね。今日はせいやの家バラソン。おー、住所までね、住所までバラソン。住所書き込みます。変なもの送りつけよう、みんな。よし、じゃあ早速レッツゴー。レッツゴー。ということで、早速いきますか。よっしゃ、追いかけていきましょう。追いかけよう、追跡開始や。今日のせいやさん、目立つか。いや、でもわかる。バカ。さあ、まずはどこに行こうとしてるんだろうな、あれは。歩くの遅っ。めっちゃ歩くの遅いやん。あんな足長えの。え、スキップしてる、スキップしてる。スキップしてるよ。怖い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 。シチアいいな。シチアいいな。シチアいいな。この人はブランド物シチアで買ってんのかな。マジ？やだな、それ。中古？どこ行こうやん。曲がりました。シチアさん曲がりました。曲がったね。曲がったね。よし。そう、パチンコ屋さんに入りました。パチンコ屋入るから。せやくんパチンコしないって。うん、それ多分嘘だったんだ。めっちゃ周り見てたからな。1時間経ちました。長いで。俺寒くて死ぬよ。暑くなりすぎやろ、あいつ。めっちゃ見てるよ。なんか、せやくんの行くやつ。何？めっちゃ気味してる。あそこキャバクラじゃない？キャバクラ。うわ、え、閉じた。あったんでないわ。牛屋さん、マジか。やばいな。入っちゃったえ、これ放送できる？じゃあ無理かもしれない。やばいな。無理かもしれない。これはとりあえず待つか。もう見たくないよ。完全に違うせいや見たってこれ以上知りたくないよ。誰かと電話してる？電話してたね。入った。マジで。うわ。
川倉からのラブホ。かっこいい代表であってほしかったな。全然私の方がマシやん、ラーメン屋さんたちのバッテ。本当だよね。やば、あいつ。え、またここで1時間待つの？まあ待つかもな。宿泊じゃないよね。宿泊はやばいね。しばらく待ちますか。あとか。めちゃくちゃ数少なくなってんじゃん、サイトも。普通に引いてる。統計してたんだけどなぁ、と思って。これ、多分ボツ。やばい、出てきた。ボツ、来た、来た、来た。一人よ。写真撮ってんだ。なんで何の写真、何の写真で、どうなってる、怖い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 。ラブホで自撮り、今日の思い出みたいな。日記書いてんのかな。気持ち悪い。動物と違うんだけど、代表。いや、俺の知ってるせいじゃないぞ。変わっちゃったんじゃない、お金持ちようになって。いや、じゃないはずだよ。お金持ったら人間こうなっちゃうのか。あいつマジヤバくないか。代表を広告させた方がええんじゃん。ばっかりだよ、本当に。おるな。あいつ次どういうことしてんねん。止めようかな、俺。どこ行ったんだろうね。いや、わかんない、マジで。駐車場入ってった。え？金？金？やばい。金や。やばいね。え？何やってる？ということで、今きっとですね、せやさんがめちゃめちゃクズな行動が流れてると思うんですけれども、こちら実はですね、なんとやすさんとはるきくんに向けての逆ドッキリでした。はい、本当にこれは本当に言ってほしい。言ってほしい。ああ、そんな流れ方本当にヤバいですね。そうですそうですそうです。やっぱ前回の動画で私やり返したいなと思ったんだけれども、はい、普通に帰るじゃん絶対。なんもないから。まあ普通に帰る、普通に帰る。だってなんか話してたらパチンコもしたことないし、ないよ、すぐ家帰るから。だからうまくいかないと思いまして、これをバラして逆にせやさんだったら面白くできるんじゃないかと。ああ、なるほど。思ったんで、せやさんはやすさんとはるきくんをはめるために、うん、面白い行動やクズな行動を取ってほしい。それはもう任せてください。ですので今回の動画はですね、せやさんは全部やらせとなっております。ということで皆さん、くれぐれもくれぐれもね、今までのねこの流れてる動画をね真に受けないでください。本当に、はい、お願いします。お願いします。それでは2人にネタバラシしていきたいと思います。はい。おっ、え、はっ、え、おい、大丈夫。いや、逆に何してる。大丈夫、大丈夫。おいっす、おいっす。逆に何してる。何しろ。いや、だからあなたは追ってたけど。え、店からずっと、うん、あ、そうなんすか。いや、いいじゃないやろ。何をしたの、お前。何買ったっしょ、今。買ってないっすか。買ってないっす、買ってない、買ってない。ポッケンなんか出してみて。何もないよ、ポッケン。あ、これのこと。あー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 、なるほどね。これでしょ、これ、うん、おこれ。え、なこれ。一緒にやりましょう。本当に何、一緒に飲めれる、これ。飲める飲める。絶対やめた方がいいって、はい、絶対やめた方がいいって。やばいって。おいしい。味の素でした。ドキリバラシュレコー。俺ガチでこいつ合格させようと思った。いや、マジでお前味の素札束で買っとったの。何やあれ。いや、実はね。そう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 、知ってたってこと。はい、やられてたんだ。そうっす。俺ら本当にダメな人なんだ。そら、うん、まだちょっと疑ってるしな。はい、ということでね、せいやさんのお休みの日に密着したということだったんですけど、全部やらせでした。いや、よかった、よかった。2人はね、本気らしいし、だんだん口数少なくなってくる。2人の顔終わっとった。そう、私はめっちゃ面白いなって思いながら見てた。俺も面白かった。仕掛ける側も楽しい。楽しい、やっぱ。いつも受けてばっかりだから。まあそうだ、まあまあね、確かに確かに確かに。はい、ということで今回出てくれたメンバーバストオーバーに遊びに行ってみてね。それじゃあまた見てね。バイバーイ。バイバーイ。マジでやんなよ。皆さん、ホスラジチャンネル登録してね。よろしくお願いします。